タイミナーケンティジャロンサイマイ体験者の俺だイベンやいなくなってわかる大切さ俺なんてほんまに最低やん見えなくなっちまう愛ですら I'm lonely I'm sorry I'm sorry 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 ということで第10弾ありがとうございました。ありがとうございました。もういきなりすいませんでした。なんか無理って、しかも今日の撮影も緑バッグで服着替えてもらうというか。そうなんです。私これ着てきたんですけどね。もう緑のワンピースを言うの忘れてた。そんなケンティ君が緑やって言うからえ何ですかいやこうで着替えます。ね、でもいいのもらいました。はい、すいません、なんか言うの忘れてた。一番言わなかったこと。一番言わなかった。で、あれですね、ケンティアもこれもう何本目ですか。何本目か。4ぐらい出てる。すごい。4、5本。しかももうちょっと上なってきても、撮影とかも慣れてきて。もうまいちゃん久々の。はい。久々。なんかズンズンちゃんでちょっと YouTube 始めましてなんですよ。初めて出てもらう感じでしょ。そうです。緊張しましたけど楽しかった。さすがの歌でな。うまいな。うまい、うん、これ見てる人まえちゃん知らんかもしれんけど、あのバグダッドカフェっつったらもう分かると思うんですけど、ライブがめちゃくちゃおもろいね。お前らとか言うやん。盛りすぎ盛りすぎです。ジュニア君盛りすぎ。なんかライブ見た時にお前らみたいな。いやもうほんま河内の人やな。今ちょっと待って、ジュニア君おーって言った。おばちゃんのおー。今おばちゃんのおー言った。いやもう河内のおばちゃんおるやん、あんな感じのゴリゴリで来たからうわってやばい。や多分ね、ジュニア君が見てるバグダッドカフェ・ザ・トレンチタウンのライブってやっぱめちゃめちゃダンスホールのイベントやから、うん、私らもう
シュッてやってたらもう影薄いから、あもうそれでしっかりいからみたいなのが多分お前ら、でもお前らなんて言ったかな、言ったか、言ってますか、お前らみたいな、結構行くやんと思ってでも歌とかさ、結構いい感じのさ、なんかまったり、 MC だけがね、ま、MC がめっちゃおもろいねほんで、歌い出したらめっちゃ、あの、アイディーだけいや、MC になったらもうなんか、みんな拳みたいな、あ、みんな拳はね、確かになかなか、またちょっと恥ずかしい、あれもやってるもの、毎年アミザレゲ、今年やってないもんね、できなかったです。去年やったっけ、俺遊びに行って、去年、あ、ジヌ君来てくれたんは、一昨年か、一昨年やと思います。一昨年遊びに行って、もうお客さんもいい感じで嬉しかった。今年はなかったやろ、もうコロナで、コロナってね、まだ、じゃあ復活したらネットスパイで呼んでください。いやー、はい、待ってくださいよ、聞きました、皆さん、ちょっとメンバーに言いますか。あ、もうぜひぜひ。じゃあ、なんか宣伝あります？あ、宣伝は、7月の22日に意味合い組合とバグダッドカルダートレンチタウンで1曲ラビンという曲を、はい、配信で、リリースしてますので皆さんチェックしてください。ラビンはここに出てますね。インフミとバグって初めて、2ヶ月に1回ね、コンパスでムービーオンっていうレギュラーイベントやってて、はい、それにインフミの皆さん出てもらったのと、ミーツ・ザ・レゲエも出てもらってて、っていう絡みで、うん、私ぜひ音源一緒に1曲の作品やりたいなと思ってて、メンバーもほんで配信しているというので、うん、ぜひチェックしてください。してください。エンディグロスあれでしょ、うん、ほんまに言うてんの、ほんまに言うてんの、2020配信しましたほんまに言うてんの、2020配信中ですね、配信中です、ほんまに言うてんの、ほんまに言うてますほんまに出てます、はい、で引き続きあれですね、ジブリ、ジブリと TV もジブリとアップしてるじゃん、あと、週1、あ、週1回な、うん、なんかこっちの方が出てないこっちの方が出てるかもしれへんな、あの自分のチャンネルよりズンズンチャンネルで見る確率の方が高いかも、ほんまやな、まあまあまあ、じゃあ引き続き、はい、配信中の楽曲チェックしてもらって、 YouTube もチェックしてください、はい、いう感じでしょうか、ね、今日はこんな感じですね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。ゲスト来てる時やってもらおうかな、やりましょう、いいですか、はい、やりましょう、はい、ということで、ありがとうございました、ではズーム、ズーム、じゃん、メロー、あ、ちゃんとやってね、ありがとうございます